辰巳明の雑演歌。思い出の隣にいつも歌がある、不滅の演歌がそこにある。セミシグレが本格的な夏の到来を告げています。さあ今週も最後までお付き合いください。冷や酒飲んで焼いたサンマに大根おろし、どこか似てるぜ男の生き様に、旬のうまさとほろ苦さ、酒とサンマと秋の月、線路に続く北の駅、あの日の夢に戻れたら、心の奇跡が泣いている、心の奇跡が呼んでいる。今さら思う熱い目頭煙のせいと、やったふりして不器用なバカを言う、さんざ重ねた親不孝、酒とサンマと秋の月、見送る列車に頑張れと、無口な親父窓の雪、心の奇跡が泣いている、心の奇跡が呼んでいる。はい、本日のゲスト瀬波滝さんです。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。前回もね、出演いただいて、その時もたくさんのですね、はい、生徒さんたちに、はい、またカラオケのコーナーでね、歌っていただきましてありがとうございました、はい、お世話になりました、はい、ありがとうございます。また今回も、今週からスタートするんですけど、そうですね、お二人ずつ、ね、4週続けてですね、出演いただきます。そうなんですよ。でもねコロナでなかなかレッスンができなかったんですよね。だからちょっとかわいそうだなと思うんですけど、ね、まあ皆さん頑張ってくれると思います、はい、ね、楽しみにしてます。はい、よろしくお願いします。今日もお綺麗ですね。ありがとうございます、ね、今日は真っ赤の花が咲いてますね、はい、燃えてますいつまでも綺麗にされてる、なんか秘訣あるんですか？いや、どっちか言ったら、はい、派手な色が好きなんですね、はい、中間色あんまり好きじゃなくて、ね、はい、白とか黒とか赤とか、はい、ぴったりですもん。ありがとうございます、ね、はい、はい、今日はよろしくお願いいたします。はい、お願いします。さあそれでは早速ですけど、はい、歌っていただきたいと思います。はい、瀬波滝さんでこんな私が見えますか。Thank you.
話す。その仕草、悲しい嘘と知りつつ、すべてを許し、愛していました。たった一人で東京へ。街の角から素敵なバスが出る。若い二人は夢中になれるから、狭いシートに隠れて旅に出る。夜の長さを何度も
思い出に歌あり。今週から4週連続で作曲家の坂井正弘先生と歌手の瀬波滝さんの生徒さんたちに歌っていただきます。今日は三木ひろしさんと大浦節子さんにお越しいただいています。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。もう2回目のね出演になりますけど、三木さんはね、あの五木ひろしさんの大ファンで、五木ひろしさんのファンクラブに入ってらっしゃるね。だから前回も長良川演歌を歌ってくださったんですけど、今日もまた五木さんのね歌楽しみにしております。そして大浦節子さんは、まあ、お母さんお兄さんを持ってですね、ふるさとを持ってということで今日歌っていただきますので、よろしくお願いいたします。はい、じゃあ頑張って歌っていきましょう。ている星
て踏みつけられて邪魔されながらの十年苦節一人凛々しく生き抜いた雑草魂が道しるべああああ俺も生きたい俺も生きたい親父のI'm not afraid to die.
裸一貫もともと裸心一つが今週は作曲家の坂井雅弘先生と作詞家で、歌手の瀬波滝さんと一緒にお届けしてまいります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今週は、先生の生徒さんである、ね、方たちが4週にわたって、思い出に歌えるのコーナーで歌われますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。先ほど坂井先生が歌われた裸一貫という、ね、歌、はい、先生が作曲されたそうですね。実はこれは私の歌じゃなくて、はい、兄貴があの歌をどうしても作ってくれというものですから、田舎のふるさ、いわゆるふるさと鹿児島、僕は鹿児島出身なもんですから、もちろん兄貴もだから そこで作った歌がこの歌なんです。この歌を歌うとどうしても弱くなるんですけど、思い切って今日は歌ったつもりです。あ、そうなんですね。とてもいい歌でしたものね。いや、はい、ありがとうございます。はい、今週も、番組をご覧の皆様にプレゼントがあります。はがきに住所、氏名、連絡先と今週のキーワードを書いて、こちらの宛先までご応募ください。抽選で毎週1名様に井戸田養蜂園はちみつランドの百花蜜 2400g をプレゼントいたします。それでは坂井先生、今週のキーワードをお願いします。はい、今週のキーワードは兄貴です。どしどし応募してくださいね。はい、最後は辰巳明さんの歌声でお別れです。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。黄昏ベニロ頬月に優しく水やる細い指、小さな夢でも夢は夢、二人で育てて行くという男心が泣けそうな熱い情けを継ぎ足すお前、ほおずきがともし火みたい揺れている小さな夢でも夢は夢、二
人で明日を探そうな。白い雲に隠したお